氷炭山駅は愛知県名古屋市森山区町営にある名鉄瀬戸線の駅。駅番号は ST09。瀬戸線開業時には駅は設置されておらず、付近の住宅開発に合わせ1936年6月3日に開業した。名鉄合併前の瀬戸電気鉄道が最後に開業した駅である。第二次世界大戦中、一時休止されたが、 同時期に休止となった他の駅とは異なり、戦後すぐに再開した。その後、長く無人駅であったが、1981年に駅舎が建設され駅員が配備されるようになった。しかし、2006年に駅舎を改築し、駅集中管理システムが導入され、再び無人化された。相対式2面2000ホームの地上駅。かつては、校内踏切によって、 両ホームが結ばれていたが、駅集中管理システム導入による駅舎改築によって解消され、現在はホームごとに改札口が独立している。また、かつては有人駅であったが、現在では同システムによって大曽根駅に管理される無人駅である。ホーム有効庁は1978年以降4両。ホームは大変狭いものの、 急行と準急が高速で通過していくため注意が必要。なお、ホーム上にホーム番号の表示はない。駅構内のトイレは上りホーム改札口横にある。下りホームの駅舎はホームと同じ幅でしかないため、入場処理と出場処理をそれぞれ行う扉のない改札機が直列に設置されている。また、同じ理由から、 自動券売機設備の出入り口とホームの出入り口が別になっている。最寄りのバス停は、氷炭山で、名古屋市 A バスの下記路線が利用できる。近鉄奈良線の氷炭山駅と同じく、は、政治で表記されていた。瀬戸市役所前駅と同様に下りホームが狭いために、バリアフリースロープの設置や、改札設備の整備のため、栄町寄りに一両分ホームを延長し、 瀬戸寄りのホーム一両分を解体するなど大がかりな工事が必要となり工事の実施が遅れた。下りホーム側は駅舎の建設が駅集中管理システムの導入日に間に合わず木造の仮駅舎を建設し係員を置いて対応した。駅設備改良工事は2007年3月下旬に終了した。名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道 1994年、1048ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道。1994年、879ページ。宮脇俊蔵原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館。1993年、231ページ。 ISBN 978から40億9395万 4112AB 氷炭酸路線一覧名古屋鉄道2021年10月3日閲覧電気車研究会鉄道ピクトリアル通貫台816号2009年3月臨時増刊号特集名古屋鉄道間末折り込み名古屋鉄道配線略図 令和2年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。名鉄120年史編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年。 651から653ページ、ありがとうございます。